お疲れちゃんスラットです。今年もやっております。負けたら勝つだけの2023。わーということで、これで何回目だ、合計3回目ぐらいになるんですかね。さあ負け作です。まずルール説明から、はい、3つルールがあって、課金はねしていいです。していいんですけども、クラロワパスと、そしてセールのみですね。はい。まあ、こんな感じで、定期的に来るね、パック系は買っていいよと、それ以外の、ガチャ引き手、ガチャ、宝箱引き手から、エメラルド買おうぜで課金はダメです。だから俺がマキサクやってるこの時期にいっぱいセール振ってきてくれよ、頼みます。そして二つ目が、動画内でしか試合をしません。裏でね、負けてたのに、実はこそこそこう、陰でトロ戻してやってます、みたいな、疑いかけられるのもめんどくさいので、ちょっと試合はね、動画内でしか、はい、やりません。まあ、不正したら下で、はい、許してください。さあ、そして3つ目、タイトルにある通り、このアカウントはね、負けた瞬間に、さよならバイバイにしたいと思います。というわけで、以上の3つのルールね、守りつつやっていこうと思います。で、昨年の、多分ベストが6000何本 ?6200、300 ぐらいいったのかな。はい、6000はいったと思うので、ちょっと今年もそれはね、超えたいと思います。で、一応ね、上限がね、もう7500までしかいけないってもなっちゃったので、もう目指すべきはそこしかないよね。無敗で7500までちょっと突っ走りたい。で、名前ね、ちょっと生きってんですけど、まあ事実なんで、はい、かましていこうとね、思います。さあ、というわけで、早速ちょっとね、セール来てるんで、買っていきます。やっぱ強くなるためにはね、はい、最低条件かなと。そして、クリエイターブーストあるんで、これちょっと入力すると、マジ数パーセントかな。はい、僕に支援が入るんで、よければ、はい、よろしくお願いいたします。自分で自分に引きしていくセール。さあ、開始早々にね、課金をしていきます。まあ、ネクロとか使わないんでいらねえな。まあ、エメラルドとかも、ちまちまね、使いながらやっていきたいかなと思います。スタンプ買っちゃう?いきなり。バカすぎっか。やめとくか。というわけで、デッキも組んでいくか。いや、さすがにこれ、ネクロ使った方がいいな。レベル6強えもんな。アーチャーも強いし、みたいなね。うわー、ナッツ。初期すぎてやばい。ネクロ最強。あれ?パス変えないんだ。キングレベル5で。ああ、なるほどね。それまでは、のんびりね、行きましょうか。ま、さすがに、負けんやろ。いや、ちょっとコメントで、予想欲しいな。結構ね、去年はね、6000いける予想は、いたっちゃいたんすよね。でも、そこまで多くなかったのかな。どこだったろう。そう、6000、目線ぐらいで負けるみたいなコメントも結構多かった気がしたんですよね。それで、6000いけてのなんかメガナイトか巨助使って、メガナイト使って、ペッカ工場にヘタップして負けたんすよ。そう。いや、なので、ちょっとマジ、今年はね、前回のを超えたいと思いながら、ちょっと皆さんのね、予想、あ、今完全にゼロなんでね、どこまでいけるか。負けた瞬間終わりなんで、まあ、頑張ってユニレモンもね、上げつつ、最短7500いけるかな。7500いけたらもう、マクサク7500超えれなくなっちゃうんだね。困っちゃうけど。さあ、まずはね、一緒で宝箱すらも、大事にね、開けて、うわ、開けれないんだ。パス買ってねえから、なんか予約みたいなのできないんですね。さあ、まずは一緒。よしよし、この辺はね、この辺はスラスラ行かなきゃいけないのよね。なんですけど、なんかね、前回とかも、なんか多分300とか、ほんとその辺で、いや、お前絶対、絶対おかしいやろっていう、うますぎるやろみたいなのが、うじゃうじゃいて、本気で負けたやんみたいな試合があったんですよ。ギリギリみたいな。いや、だから、舐めてかかってると、異常に強いやついいんですよね。おかしい。ありえないぐらい。最初ってこのジャイネクロの形を組むっていう、まあ基礎ですけど、それで基礎すらも、やっぱ分からないじゃないですか、最初ってね。よいしょ。いやー、気持ちよ。いや、相手なんかレベル強いんだよな、普通に。簡単に折れてくれりゃいいんですけど。ユニットのダメージ、呪文ダメージもね、ヘッポコなんでね。わー、ネクロ全然削らんやん。いや、なんか気持ちいいな。
気持ちいいね。さあ今年は何でね、何で攻めていくか。まあありがたいことに今はね、環境がアーチャーが強いのか、ナイトアーチャーロキホーゴブリン大砲とかの、まあ、ノーマルゾーンが強いんで、デッキ自体はね組みやすいと思う。正直何のデッキでもその辺のノーマル入れとけばなんとかなると思うから。はいネクロゲーそうだからデッキ自体は組みやすいと思うんだけど、何にしようかな、悩むな。途中で絶対エレジェイとかが来るから、ほんと5、6000終盤を考えてね。そうなってくると、悩ましい。おすすめデッキ募集してます。ちなみにだから去年がメガナイトプラスのゴブリンバレルで、一昨年がキョスケバルーンみたいな感じかな、多分そうだった気がする。で、こやこやにしばかれた、よく覚えてるわそのせいでこやこやをより使うようになったわこやこやに分からされて、嫌いになるどころかなんなら好きになってたわ。さあなので、まあ、せっかくなら毎年ね違うデッキがいいね。バルーン使ってゴブリンバレル使ってなので、まあ今年はまたなんか違うね。チャンピオンはなかなか使えないと思う。タワー完走したかも全然覚えてないんですけど、いやーね、やっぱデッキ作るのがね僕はすごい好きなんですよね。このやれ、あー強っ、壊れそう、2レベがまあ多少ない中でね、チャンピオン普段だったら使えるけど、うわチャンピオンもない、いやーみたいな感じでちょっとねいびつな感じになるんですけども、みたいなね、デッキ作るの大好きなんで、ちょっとね初心者の方とか、ほんとトロ3、4000とかでもね手こずってる方は、この負けさこをちょっと参考にね、共にトロを上げていきたい。さあ敗北を知らない、教えてくれ俺に、何負けるって悲しいのつってめんどくさいっすね、ナギ出てきちゃうけど。いやアーチャー早くレベル上げたいっすね。正直ちょっと強いや矢波の速度がエリババ使いのザップ並み。いやネクロ最強だな、いつまでネクロ使えばいいんだ。早くこのデッキもね、あのやめたいんですけど当分ジャイネクロでチンパンすることになりそうだな。あーマジ終わっただろこれは。よし、まあ序盤は正直本当にね事故んなければというか、なんだろうな、お菓子食って漫画読みながらでも勝てるレベルだと思うんですけど、まれに怪物が現れるんでそこだけ注意していきたいね。さあ順調ですね。何連勝すればいいんやろうね。まあこの辺の宝箱とかも正直大事にいきたい。でインレベね、お金が最初ってめっちゃきついじゃないですか。クラロはそうお金きついんで、あんまね使わないユニットあげたくないんですけど、あげとかないとえっみたいな、なんかやばいやばいみたいなことがあるんで、まあできるだけお金は使いたくないけど、ガチで序盤で事故って負けるのだけは本当に避けたいんで、もうね本当に何だろうな、負ける瞬間絶望なんですよこれ。もう現実を何受け止められないというか、ええ、これもうボツにしたいっていうか、なんかカットしたいみたいな、なかったことにしたいって思うんだけど、でそれはもうやんないっていうルールなんで、ガチリアルなんで、負けるときは本当一瞬です。負けないだろうっていう試合とかね、そういう試合こそねちょっと筋肉痛にやっていかないと、ガチリアルなんで負けた瞬間終わります。はい、トロ500で終わってもあのもうやりませんそのすぐはね、またねいつかリベンジすると思うんですけど、マジリアルなんだね全身もう何震えと汗とえみたいな、誰か見てるみたいな、見てないよな、やめてくれっつって、どうするって。でも本当にね便利なもんで、サイトでね戦った履歴とかが分かっちゃうんですよね、デッキの勝率とか。
だから僕のこのデッキは勝率 100% なわけなんですよ、僕のプロフィール上ではね。そう、うわー、無敗7500、いいね。目標があるってでもいいね。7500もなくて8000とかだったら、いや8000はきちいよってなるけど、7500だったらまだいけんじゃねえかっていういけんじゃねえかってなんねえかな。いやでもやるごとに最多トロみたいなのはちょっと更新してるんで、慣れてきてね、だんだん負け策の戦い方っていうのをね。負けないデッキは大事なんでね、やっぱり全てに勝たないといけない。うん、2個相手のレベルが高いです。そのバルーン、ゴブリンバレル止めれますか、メガナイト止まりますか、ゴーレム止めれますかっていう、そういったところも考えていかないといけないので、普通のデッキだとね勝てないですよ。さあ一旦ジャイネクロチンパンの時間、えてかこのガゴさ上手くない？ネクロがさタワー殴って横にガゴ出すことできるの、トロ120って。あー気持ちいいもう、まあ、まだ負けないよ、さすがにね、元プロだぜ俺なあいや全然いらん、ガチで弱えやん、何これ全然嬉しくないんだけど。てか最初にゴブリンの檻とかこれ手に入るんだね、知らなかったんだけど。まあ結構サンクラ折れるとねペース早く、1回の動画でだって10試合ぐらいできれば毎日300上がるわけですから、毎日300上がったら秒でいけるな。何連勝すればいいんだ、10連勝で300、100連勝で3000、200連勝で6000から、250連勝すればいいのか、そういうこと。250連勝で、え250連勝、俺の計算が間違ってる、間違ってるよ250勝なんかでいけるわけないな、やべえ待って、ちょっと待って、ガチで恥ずかしい、バカが。100連勝で、いやでも3000だな、いや合ってるよな、え合ってるよな、えちょっと待っておい、試合してると考えられねえんだけど、ああガチで違うわ、だって10勝で300だもんね、ああ1個ずれてるわなんかずれてますね。ってことは2500勝か、多分2500連勝でなはずです。はい、危ねえマジで恥かくどこだったっすか、負けよりもね大事なものを失うよ、よしよし、はい、下がっていくね。なんかアリーナ上がるごとにあのパックセールもらえるんで、ちょっちょ欲しいな、この辺でもらえるんじゃね、もう一個か、あ300いけますね、骨ゾーンに。さあもうこの辺で手こずることはね避けたいね、タワレベ上げたいな、あでもこれタワレベ、うわなんか思い出すな、タワレベもなんか上げた方がいいんですけど、なんか多分近いのしか当たんないから、変に上げない方がいいみたいなこともあった気がするんだよな、なかったっけ、記憶をたどんないといけない。なんかタワレベ8ぐらいからだと、まあ、9か10までしか当たんないんだけど、上げた瞬間にね一気に11とか12のヤバいゾーン来て危ないみたいな話をしてた気がするんですよね。なんでタワレベは無理に上げないプランでいきたいね。いやちょっとガチで7500いきます。ちょっと7500いったらどうしようかななんかしたいな、7500無敗でいったらもう伝説じゃない、
かっこいいよな。無敗7500、ちょっと考えるだけでよだれが。一人焼肉行ってこよう。うわぁ、ガチ無敗7500、リアルにね、リアルに行きます。おぉ、いいね。ジャイ釣りを君に教えてあげよう。あ、やば。ま、あスケルトンいいね。スケルトン部隊とかね、出てくるようになると、まあ、ヤナメザップ、その辺はね、必須になってきそう。え、てか、みんなネクロンの使い方さ、うまくね？ネクロン？ガゴの使い方？出すのが遅いだけか。そういうこと？さあ、これ折れないんだ、もしかして。やばいやばい、火力が、火力が足んない足んない。折れないんだ、それ。これさ、こっからスーパー大逆転とかないやつ。はい、かわいいアーチャーのダメージ、ファイボ98やで、考えられん。よし、今んとこ全部サンクラか。よし、しっかり宝箱抜け取って適当に強化していくか。アーチャーはね、ほんとレベル14ぐらいまで持っていきたいっすね。ヤナアメとファイボも、うわぁ、結構悩むとこだけどね。すべてに勝つなら、ヤナアメ使わない方がいいかもな。むずい。ポイウッドとか、タルババ、トルネ。ちょっとデッキ、早く新しいの組んでいきたいですね。お。ビクン。いいね。あら、この辺これこの辺で負けたらちょっとね、さすがにちょっと、ね、みんなもこの俺がね始めたタイミングと言ったら一緒じゃん、ほぼ、ん、おかしいな、一緒のタイミングで始めれるから、せっかくならね、負け作まあ負けるまで、ね、どこまでいけんのとかね、ぜひちょっと試してみてください。俺よりもね超えれた人ちょっと教えてほしいな。さあ次勝てば300到達で勢力きますね。てかもうクラン入ってんの早くね。おお。サービスタイムですね。あ、クランも入んなきゃな。その毎日カードもらえるじゃないですか。そうだから負け作用のクランを作るか。でもクランで見られるのもなんか嫌だしな。まあ、でもカードは寄付してほしいので、よいしょ、やっぱ大事にね、ケチにねやっていかないと。ユニレベ一つが命取りなんでね。なんで君トロ上がったん、それでどうやって270いったん。さあ300到達、ボーンピット、え、到達したよな、え、なんか地味だな、え、セールは、え、そういう感じ。え、あ、次のアリーナスのキングレベルが足りません。そういうなんかできちゃったんだ。あ、だから強化をしてってことね。あー、ゴブリンめっちゃ強いんだけど、なんかウィザードとかの環境になるじゃないですか。バルキリーとかネクロとか。そうなったらあんま輝けないっすよね。
まあ呪文は使う率高いから上げとってもいいけど、まあまだこの辺は安いんでね。さあ上げて、これでキングレベルが上がるとアリーナが進めるんですね。多分そういうことですね。さあボーンピット到着。セル、うわマジ来ねんだセール、つれえ。ワンチャンしたいなったら来てるかもしんねえな。で宝箱も、まあ、せっかくなら開けるから到達したんでね。あーナイト熱いね。あースケめっちゃいい。スケ出たらこんな喜べるんだ。スケはね最強ですからね。あでもゴブリン強えんだ今の環境。まあスケでいいな最初は。まあでもあれか、ヤナメの採用とかもちょっと多いから、そんなにアーチャー輝けないのかな。難しいな。さあデッキは完成。これでね一旦続けていきたいと思います。え、あびっくりした。俺があれかタワーレベルを上げたから相手も上がるんですね。もういきなりね、びっくりした。俺タワーレベル1なのにと思って、相手3はやべえやろって。うわすげえかわいいなマジでみんなもこういう時代あったんやで。俺もあったのか。さあ橋前小屋ね。いやネクロめっちゃ強えな。なんか最初の宝箱ってネクロプリンスデビドラスケルトン部隊かな、なんかそんな感じで、一番当たりが正直ベビドラプリンスあたりだと思ってたんですよね。でまあ多分そうなんですよ。でよくネクロ出てうわ外れやんと思ってたんですけど、まあこう考えると超強えな最初の初期のネクロはね守り方わかんないかんね。さあいいよ、いいペースよ。マスケミニペネクロありえねえデッキしてる。この位置のスケセパするやつもいないみたいなのかよ。さあもうジャイネクロ組んでいっちゃおうぜ。ほいっとな。あーでもレベル高えな。そろそろ舐めてかかるとやべえのかな。バルキリーぐらい来ると、うわネクロ強っ。まあレベル6だしな。でなんかスーパーレアってだけで強いっす、初期レベルが高すぎて。ああもうだって、ああネクロネクロチートみたいになってるよ。相手のねアーチャーでも槍でも何のユニットでも解けないっていうこれが隠したがりか。得意なんですよね最低だけど。さあネクロゲーしてこう。アーチャーとかいらないもんな、ぶっちゃけこれ。まだ俺はあえて何も出さずに許容してミニットを貯める作戦で、貯めることによって一撃で持っていける。さあこれ相手コストねえぞこのミニペ確定演出虹色なり。さあグッドゲームっすね。いやでもスタンプねえのこれやだな。なんかチャレンジ系は今までやってこなかったんで、チャレンジはまあやんないっすね今んとこ。わかんない、途中でなんかね新ルールとか加えれるとおもろいかもだけど。さあスケボンバー、あーボンバーはなんかワンチャンにそうだけどいらないっすよね。なんか後半も使えそうなカードがね手に入るとすごい嬉しいね。さあエリートクラ、うん、ネクロを出したい脳がネクロになってる。わあレベル高くね俺今ジャイ。あーでも4なのか。 2? レベル2ってないや。
あーでもこの辺来るとちょっと怖くなってくるっすよね。なんかレベル高くてなんか事故るとねやばそうみたいな。いやースケが便利やねんなー結局。あれなんかダメージ、ちょっと待ってよちょっとうまくいかないとヒヤヒヤする。いやさすがにな。いやレベル6スケルトン強よ。さあそう簡単にはね。あー小屋めんどくせえな。小屋やだな。小屋ねえ、なんかその全てに勝てるデッキを考えた時に小屋にだけ勝てないのがねよく生まれるんですよね。そう小屋がねガチで厄介な。小屋出てきた瞬間ちょっとね集中しないといけない。そのまあジャイネグル組んだら勝てるってパパが言ってた。よいしょ、いってらっしゃい。ウルトラレアもちょっとゲットしたい。いやー最強すぎるジャイネクロ。じゃあこれで450到達か。さあ初回にしてはだいぶ上げれたんじゃないでしょうか。というわけで今日はねここまでかな。なんでこれ履歴ね見ると気持ちいいでさえ全勝です。まあ当たり前なんですけど、しかも全部3クラウンとでプロフィールとかも多分ね、おおすごい15戦15勝全部3クラね。カード少ねえなーみたいなね。はい、ちょっとこれ積み上げていきたいと思いますね。マクソカはね毎日ね更新していこうと思うので明日もねお楽しみにください。ではお疲れちゃんでした。またね。